2023すのこイメージガールリターンこと立花リリです。本日はすのこの、工場見学そして研究開発室の見学をさせていただきました。いや本当に初めて見させていただいたんですが、とっても広くてコンテナだったりだとかいろんなものがあったり、あと研究開発室ではいろんな、そのすのこオイルに特化したどういう特性を生かせるかとか、こういうオイルを作るためにはどういう配分でやったらいいのかとか、そういう細かなところを研究する施設で研究を見せていただいたり、貴重な体験ができました。私もすのこのレッドフォックスを R25 の愛車に入れさせていただいてるんですけども、こう入れた時に全然滑らかな走りになって燃費も良くなってとか、クラッチがすごい入りやすくなったなとか、そういうことを思っていたんですが、それがこういうね研究から始まり開発して、そこからこうやって大きなところで作られてると思うとすごいと思って胸がバクバクしました。今回は貴重な体験をさせていただき、とても学びになりました。これからもすのこイメージガールとしてこのすのこの素晴らしさを皆様にお伝えしていけたらなと思っております。ではありがとうございました。